はい、皆さんこんばんは。Z タイプブラッドギタリストのリュウです。本日もバイオハザード7実況やっていきたいと思います。はい、前回ですね、ミア編なんですけれども、ちょっとね、いろいろ積みかけながら、ここにつけるはずの電力ケーブル、古びた電力ケーブル、断線はしていないようだっていうね、これね、アイテムを手に入れたので、ここにつけるところから始まります。多分これつけたらエレベーターが動けるようになって、で、この一番下のこれね、S2 階かな。S2 って書いてあるとの階に、E さんがいるので、ミアの状態で助けに行こうかなと。はい、動きましたね。はい、動きました。大丈夫？で、これが使えるようになった。あ、すげえすげえ、エレベーター使えるようになりました。ただね、バイオでね、エレベーターにね、乗るとね、ろくなことないんだよね。着いた？早くね？あ、着いた。あいつが待ってるよ。エブリンが話しかけてきてますが。今日もファイトです。ありがとう。バイオファイト、ありがとう。お。音楽が、かっこいい音楽が流れてますが。え、待って。やばくない？これ。爆弾、めっちゃ持ってる。あ、敵いるな。上か。これ落ちてくることないか。あ、来た来た来た。はい。はい。爆弾で倒しましょう。爆弾めっちゃ持ってる。1個使ったらここに1個ある。これは、あ、ハンドガン弾薬。あんまりいらんかな、これは。まあ、あってくれる分にはいいんですけど。待って、今見えたよ。いるね。当たってね。よし、ハンドガンもね、使っていきましょう、しっかりと。ああ、待って、何これ。やばくね、あいつ。溜まってんぜ。よし、このハンドガン強いな。このハンドガン強い。うん。あ、なんかアイテムあるよ。はい。マシンガン50発いいね。ここも開けれるね。はい、開けましょう。あ、マシンガン50発。100発も手に入ったよ。いいんですか、そんなに。カプコンさん。あ、ここにハンドガンじゃない。マシンガン80発？ここの部屋だけで180発手に入った。え、やば。リモコン爆弾9個になったよ。227発持ってんだよ。マシンガン弾薬。やばくない？ガチャコン。絶対敵出るな。あ、リモコン爆弾あった。ああ、確かに。戦いが激しい予感ね。なるほどね。確かにそういう考え方もあるな。てか、間違いなくそうだな。そうか。戦いが激しいね。これはきっと。うん、なんか、いたもんね。これ無敵時間かな、もしかしたら。今、撃ったの無駄だったかな。あ、リモコン爆弾の強さ半端なくない？結構いっぱい落ちてるけどね。あ、いるわ。あ、お前か。やばい。ガードしなかったけど大丈夫よ、今。え、当たる？今のこのゲロ。ちょっと待って、ここに設置して。あ、痛い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 。ちょっと待って、なんか動けない。あー、はまってるわ。よし、倒したかな。どう？よし、あいつが出るか。で、これは薬液か。まあ、回復作れよーってことでしょうな。マシンガン、ちょっと待ってね。回復した方がいいかな。一応回復薬を作っとくっていう方針にしようか。よし、これでいこう。あ、これ開けられるね。間違えた。
ちょっと待って、はいはい、シューッと注入して開けたらアンティークコイン、アンティークコインって今更必要なのかな。こっちと他にも行けるところ、ああなんか行けるとこあるな。2択、ここはアイテム部屋か。最後の1個、金属付着液、リモコン爆弾、10個になった。リモコン爆弾部屋、ここ他にない、何もねえな。ここか、じゃあおったぜー、おったぞー、イーサン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 、ん？おい、心配しなくていい、傷つけはしない。今までずっと自分を抑えられなかった。どういうことだ。殺したかったわけじゃない、マーガレットだって同じだよ、息子のルーカスもな、もちろんゾイもそうだ、すべてあの子が、エブリンがやった。あの子は何なんだ、あんたたちに何をした。あの子は妙な力を使い俺たちを感染させた。あの子は俺が沼地の船のそばで見つけた。それから全てが変わった。感染させて人を支配するのか。いや、正確には違うな。あの子は無理やり心に入り込むんだ。そうなったら抵抗できない。一度あの子とつながると自分の感情も抑えられなくなって、その後はもう全く別人になってしまう。ミアが送ったメッセージもエブリンの仕業か。いいか、あの子はただ自分の家族が欲しいだけだ。エブリンが鍵だ。いいな、お前ならあの子を止められるはずだ。イーサン、家族を自由にしてくれ、お願いだ。なるほどね。まあ要するにベイカー家も被害者だったというわけですな。やめて、イーサンから離れて。なんで？こいつはお前を愛してない。私が愛させてあげようと。やめて、彼に触れないで。イーサンを傷つけるのは私じゃないって言ったでしょ。彼に何かしたらどうする気？お前はママじゃない、そう言ったよね。ん？あ、俺イーサンか今。ミアが助けてくれた。ミア、どうした。時間がないの。ここを出て、あなたがあの子を探して。あそこにいるよ、後ろに。持って行って。なんだ。待って、おい、何してる。何のつもりだ。あなたを助けるの。早くここから出て。これ以上耐えられそうにないのよ。よせ。あなたがあの子を殺さなきゃ。やめろ、ダメだ。ミア、やめろ。え、イーサンに戻った。これしか持ってないよ。またすいませんね、なんかいいシーンでフォールガイズ。どこに隠れてある。すげえいいシーンでフォールガイズがアップデート完了しましたって通知が出ちゃってすいませんね。また何も持ってないけど、マシンガンは、ハンドガンは、ショットガンは、あ、
お前のせいだ。あそこに書いてあるんだ、お前のせいだって。やばいね。え、これ先進めないじゃん。どういうこと？さっきのところか。戻るのか。戻るのかな。は？積んだんだが。積んだんだが。こっちも行けないし。今んとこも行けないし。え？積んだんだが。あれ？あれ？俺なんか間違ってる？また積んだよ。カプコンさん？カプコンさん、また何回もやったら開くとか。いや、そういうわけじゃなさそうだよ。え？嘘でしょ？カプコンさん、また積んだんですけど。え？本当に？言ってんのこれ。なんか、え？あ、ここに穴あったわ。ここに穴あった。ビビった。お前のせいだね。はいはい。了解です。あ、びっくりした。穴あったわ。いや、でも今の気づかんでしょ。普通。普通なんだかってなるでしょ、誰でも。あ、外だ。え？外？ぴょいっと。外か。追跡、こっちに行けるわ。え、待って、アイテム何も持ってないぞ。これ沼地進ませるの好きね、このゲームね。沼の中に何もいないよな。あ、でも武器マジ持ってないかな。魚が死んでんだよな。はい、いないよね、なんもね。ちょっと一応なんかアイテムとかあるから、あるかもしんねえから、ちょっと奥まで行っとくよ。こういうとこに、え、あー、ほら、こういうとこにアイテムがあるのがバイオなのよね。やば、焼夷弾。あ、じゃあグレポン帰ってくるってこと？え、これ下くぐっていくの？誰もがこっち上通ると思ったけど、下くぐっていくんだね、このお家の中にね。なるほど、なるほどですよ。で、これまっすぐ行くと思うじゃん。こっちにアイテムがないんだ。あると思うじゃん、アイテムないんかい。よし、競争団。これはパターソン廃校で落盤、トゥアンと、ベックフォードが死んだ。死んだ。ハクスリーは二度と自分の足で歩けないだろう。スタンジーさんの言う通りだった。あそこの地盤は脆すぎる。これが2月18日1892年、めちゃくちゃ前ですよ。こっちは2月19日次の日ですね。1892年ですね。会社は、追加の人員をよこすつもりはないらしい。代わりにノルマを増やすと告げられた。あ、ノルマを倍にすると告げられた。早く祖国に帰りたい。なんか出稼ぎに来てる人の話かな。南ダルベイ、パーナピーエンコ。あ、これ何？あ、ヘリだ。え、いつものヘリ。監視されてる？だって。アルファ1、アルファ1、応答せよ。こちらアルファ1だ。何かあったか？え？ベイカー邸を捜索したが、生存者はゼロだ。繰り返す。生存者はゼロ。争った痕跡がある。エブリンか？違うようだ。だが、ベイカー家の長男が第三者に送った暗号通信の記録を発見した。誰に送ったか想像がつく。どうやら当たりだな。奴はその近くの廃校にいると情報が入った。そちらを渡ってみる。了解した。こちらも廃校に向かう。エブリンを見つけた場合、発砲を許可する。いいな。奴を仕留めるんだ。クリスの声だ。え、今クリスだよね、絶対。あ、しかもここセーブ部屋だ。
あ、ここに精神刺激薬あったね。使っとく？精神刺激薬。おー、あるね、アイテム。外か。ちょ待って、これどこだ。あ、そっち側から抜けてくのかな。あー、全然気づかない。マシンガン？ちょ待って、これ出れる。あ、出れるわ。ちょっと待ってね、精神刺激薬使ったからさ、アイテムを取っとこう。ここになんかある。あー、マグナムの弾。へー、待って、これ今ちょっと何も持ってないから壊せない。こわ、あ、バーナー燃料。バーナーも返ってくる。え、そっちの裏行けねえじゃん。あ、これのことか。ちょっと待って、セーブの前に、ミアの持ち物を受け取りました。おいおいおい、マジか。ちょっと待って、これこれしまえない。全部ちょっと一回しまおう。よし。で、マジか、ミアの持ち物を受け取ったってことはさ、バーナーはね、クソほどいらねえんだよな。あ、ショット、あれショットガン模型か。あれ、標準的な威力、グレネードランチ。あ、ショットガンあるじゃん。あるわあるわあるわ。引き継げるのやばいね、確かに考えてみれば。ちょっと待って、ショットガン弾薬とかどこにある。ちょっと待って、何出そう。まず武器、ハンドガンでしょ。ナイフ出すでしょ。あとはどうしよう。待って、このハンドガンの方が、あ、そんなことはない、マシンガンでしょ。待って、マシンガン300発持ってんの、えぐ。回復薬、マシンガンの弾いっぱい必要。あ、待って、これで、あ、これで整理できるんだ、知らなかったわ。これで整理できる。これがいいかな。んー、何が必要。薬液こんなに持ってたっけ。一個ずつ出しとく。回復薬普通のも出しとこうか。んー、こんなもんでいい。ハーブも出しとこうか。固形燃料とかいらないもんね。あ、そっか、ハンドガンの弾薬を一切持ってないのと、ショットガンの弾薬も今持ってないのか。出しとこう。ハンド薬、ハンド薬だって、ハンドガン、まあ、こんなもんでいいか。じゃあとりあえずで。え、この先も長いのかな。はい、武器全部返ってきました。ナイスだね、やべえなこれ。はい、セーブします。え、ミアの荷物受け取りましたか。やばいなこれは。 E さん急に強くなったぞ、何もしてねえのに。ミアに助けられただけなのに全部引き継いで強くなったぞ急に。で、これ壊すか。待って、ハンドガン弾薬も結構貴重。よし、壊しました。行くぜー、行くぜー。この先、え、クリスと会えるのかな。クリスといるんだけど、え、めっちゃいるんだけど。ちょ待って、あ、リモコン爆弾持ってくるか。ちょ待って、一回帰ろう、一回帰ろう。リモコン爆弾もう持ってるってことだよね、ミヤから荷物引き継いだってことは。リモコン爆弾どこ、リモコン爆弾どこだ。あった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 。いや、リモコン爆弾も10個手に入りました。これはエグいですね。とっさに使えるようにショートカットに入れとかないとまずいね。どうしよう、どこに入れる。ショットガンをちょっとショートカットから外しました。ん？いや、なんでお前そっから出てきてんだよ。はい、最強イーサンの登場です。死んだ？死んだね。え、待って、多くね？多いわ。それは多いわ。まだかな。よし。あ、余裕余裕。いや、Eさんが強くなったぞ。みんな、喜べ。
E さんが強くなったぞ。はい、ありました、ハンドガン。ハンドガンの弾とか、それよりマシンガン、バーナー燃料もクソほどいらねえな。ここもなんかあるね、見つけちったよ。あ、ハーブだ、ハーブね。だったらちょっと圧迫がすごいんで、これで OK かな。待って、バーナー燃料置いてくる？いらないもんね。バーナー燃料置いてこよう。ちょっと待ってね。すいませんね、皆さん。なかなか進みませんが。なかなか進みませんが、すいません。バーナー燃料どれ？これか。これ置いてこう。いらねえから。よし、行くか。ここさ、精神刺激薬持ってきた方が良かったかな。まあいいか。まあいいよね。もうアイテムはないと信じる、俺は。信じた。よし。ポチッとな。エレベーターゲーですわ、もう。ポチッとな。はい。ウィーン。行くぞ。行くぞー、皆の衆行くぞい。ここは長いかな。よし、来た。短かった。ここが廃校か。あれ、あ、いけた。はい、廃校に来ました。お、ずーっとまっすぐだ、ここ。やばくない？え、いるの？お前はハンドガンで十分。あ、待って。ルーカス。この先。待って、じゃあ爆発する可能性ある？あれ。いや、そんなことないのか。ハーブか。仕事休憩です、こんばんは。はい、どうもこんばんは。バーナーの燃料そんなに必要か、バーナーの燃料って。ああ、危ねえ危ねえ。ええ、マジ、はい、これ音聞こえてないの？ゲームの音が聞こえない？これカッカって聞こえてる？大丈夫？え、音聞こえない？あ、聞こえてる？あ、よかったよかった。待って、こいつは強いよ、強いよね。生きてんな。ま、食らったわ。OK かな。え、生きてる生きてる生きてる。あ、死んだ。よしよし。え、これ乗れるのかな、これ乗る感じ。あ、違うんだ、こっち行く感じか。え、なんか怖くない？あ、スタスタ行っちゃってるけどさ、怖くないとか言いながら。もうちょっとビビって行った方がいい？キャー、怖い。怖い。リュッピ、怖い。どうしよう。あ。絶対アイテムあると思った、こんなが。なんだった？見てなかった。え、なんか行けるとこ多くね？あ、こっち。リモコン爆弾2つ。やば。お、お。お、お、お、ちょっと待って、ちょっと待って。お前ら。やばくね？生きてんの？生きてんの？生きてんの？
え、なんかいきなりすぎない？さっきから敵が。そういうもんか、敵っていきなりだもん。あ、やべ、ハンドガンの弾の絶対ないか。よし、これってマシンガンの方がいいかな、使うの。よし、あ、なんか多くない？さっきから多くない？多いんだって。だから敵が、待って、こっち行ける、行けるね。ちょっと待って、多いんだよさっきから敵が。生きてるし、あいつ。え、なんか強くね、しかも。 OK、 まだか。いった、待って待って待って、こんな瀕死の敵にやられそうになるとは。不甲斐なし、柱として不甲斐なし。パーブむしゃって、あ、安定した？よかった。改めてこんばんは、どうも。ガンパウ持ってくればよかったかね。ハンドガン弾薬全然ない。これしら、あ、これであそこの木の柵みたいなの壊すんだ。あ、だったらこのいっぱい出てきたやつもこれでぐしゃっとできちゃったのかな。倒さなくても弾もったいなかったかな。そういうパターンか。ちょっと待ってね、これ入れ替えとくわ。で、この奥に行ったらなんか美味しいことが起こるんでしょ。あ、くそ、何もなかったわ。で、こっちね。わっ、広い。こっちにアイテムがない。そうか、なんかちょっと思ったようにいかないな。多分上に行くのが順路なんだろうけど、下に行くとアイテムがあるんだよ、これ。あ、やっぱ爆発もうしないんだ、これ。あ、これマシンガン40発、ナイス。もう爆発しないのか、安心して良いということ、これって。あ、いって、何、うわ、マジか、ふざけてんな、忘れてたわ存在を。存在忘れてた。あるんだまだワイヤートラップ、最悪だぜ。はっ、爆発することあんじゃねえかよ。え、ここもしかしてルーカスの縄張り。めっちゃ回復使っちゃった、やべえ、これちょっとやばいね。とりあえず1個作れた。お、ここは、え、アイテム部屋っぽい。ハーブ、ハーブ、ルーカス思い出しますね。そうそう、ルーカス思い出すんだけど、あのね、ルーカスまだ死んでんだよね。あ、死んでないんだよね、あいつ。だからまだ生きてるかもしんないのよね。あ、びっくりした、これフラスクかと思った、バイオ8の。はい、送信ログ、フライジャン16/2015 0:42 AM、 あんたらのおかげで正気に戻って1週間、支配されたふりってまだバレねえみたいだ。お金、生物兵器でも所詮ガキってことか。親父やおふくろは完全にあいつの言いなりだな。え、あれが家族って、あんたらどんな教育したんだ。エブリンのお気に入りのミアって女だが相変わらず不安定だ。急に暴れ出したりするんで、仕方なく檻に閉じ込めてる。エブリンのやつしょっちゅうボロ屋に会いに行ってるらしい。ママが恋しいってとこかね。エブリンの家族集めエスカレートしてるな。ミアが言うこと聞かないんでイラついてるんだろうが、後始末する身にもなってほしいぜ。
そういや最近エブリンの様子がおかしい、顔色が悪いし目も落ちくぼんで肌がガサガサだ。細胞劣化ったのが始まったんじゃねえのか。これこれルーカスだよね多分。親父はお袋は完全にあいつの言いなりだなとか言ってるもんね。ルーカスって実は正気なの？マジで？あ、マジか。あんたらのおかげで正気に戻って1週間、それが2015年の話だもんね。マジで？嘘だろ。でなんつってた最後さ、なんか気になること言ってた。そういや最近エブリンの様子がおかしい、顔色が悪いし目も落ちくぼんで、目も落ちくぼんで肌がガサガサ。これさ、ルーカス仲間だった説と、実はおばあちゃんがエブリンだった説ないか。細胞劣化って言ってたもんね。これは E 型被検体が体内生成する特異菌米印が、人体に感染した際の諸症状をまとめる E 型の取り扱いにおいて必ず読んでおくこと、米印ここでは、カビと呼ぶ。なるほどね、特異菌のことをカビって呼ぶんだ。感染初期、カビは感染者の体組織を養分として繁殖しながら全身の細胞を徐々に、これなんだ、痴漢かな、していく。このうわー、これこの漢字だらけやばいな俺。でも読まないとねストーリーわかんないもんね。この過程において感染者の再生能力は飛躍的に向上する。感染者の四肢を切断する実験では、そんなお前なんて実験をするんだお前。感染者の四肢を、切断する実験では数分あれば容易に自然治るってことね、自然に治るってことね、することが確認された。感染中期、カビが脳幹にまで達すると感染者の思考は E 型被検体と同調する。なるほど、エブリンだよね多分。 E 型被検体って同調するのね。あの映画のパシフィックリブの怪獣とかと同じようにね、多分思考が同調するんだよね。で、感染者は、幻覚や幻聴を発症、行動を E型被検体にコントロールされた状態になる。まあ寄生虫みたいなもんかね。なんかあれできる、なんか思考を操ることができる寄生虫いましたよね。カタツムリに感染というか寄生するやつね。寄生虫みたいなことができると。なるほどね。言動を、コントロールされた状態になる。この状態が続くと最終的に完全に自我を喪失する。なるほど、感染末期、今の状態感染中期か、結構えぐいね。でこれが感染末期、細胞痴漢であってるのかな、これ多分そう。細胞なんとかが進行し、人間を逸脱した、形状に変異。あ、これがあれだ、あのジャック、お父さんとか、あとマーガレットもそうなったよね。人間を逸脱した、形態に変異、感染者により変異形態は異なるが、いずれの場合も、驚異的な身体能力を誇る。この変異が暴走した場合、鎮圧は非常に困難。確かに鎮圧しましたけどね、2人もその状態の感染者を。だから E さんめっちゃ強いってことよ。あそこになんかあるね、ちょっと待ってね、いろいろ調べよう。これ写真？何これ。 E ネクロトキシン、E 型被検体に投与。これは、あ、これあれだ、アランだ、投与5分後、被検体投射、投与12分後細胞切開か。こっちはこれなんだ、投与10分後被検体死亡。あ、なるほど、これで被検体に投与しました。で5分後に投射しました、オートか、オートしました。これが、10分後に死んで、で12分後、その2分後に切開化したと。なるほどね。これはあれじゃないか、やっぱコデックスで開くよね。
あ、結成かこれ。なんか入れんの？これじゃね？あ、入った入った入った。おー、なんだこれ。いいネクロトキシン。きたきたきた。あ、これでエブリンを殺せる。いいネクロトキシン、E 型被検体を、殺処分するための。おー、すごい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 。毒だって。エシ毒である。エブリン処分の指示があるまで、厳重に保管するように。なるほど、エブリンを殺せる薬だ。え、すげえ、もう最終兵器じゃん、やばくね。なお使用時は必ず毒素を、活性化させてから使用せよ。活性化はエブリンの体組織、あ、今ね入れたもんね、エブリンの体組織を保管装置内に入れるだけでいい。今入れたもんね。だからこれで活性化しましたよと。で、E ネクロトキシン、これだ。おお、最終兵器 E ネクロトキシン手に入れました。あ、なんかあるよ。いや、また読み物漢字が多い。まあ読むわ。本計画は2000年、HCF の技術協力のもと、敵集団を戦闘によらず制圧する生物兵器の開発を目的としてスタートした。本計画が、従来兵器と一線を何とかするのは、制圧した敵陣をそのまま味方戦力として取り込む点にある。なるほどね。だからまあエブリンはね、敵の思考とかをねコントロールすることができると。これまでの敵が自発的に協力なんとかする、これなんていうの、分かんねえや。協力なんとかする仲間へと変わるのだ。戦闘や捕虜管理のコストを一切かけずに逆に味方を増やす。このコンセプトに何々や何々人だと、あ、消されてるんだ、国の名前が。各国組織が、飛びついたのも無理はない。なるほどね。企画のきっかけとなったのは、何々での何々何々と呼ばれる新種の新菌かっこ特異菌の発見であった。これはあれじゃないか、ミランダとか関係してるやつだよねきっとね。特異菌、新菌だもんね。それの菌根がバイオエイトの村にあったって話ですもんね。の発見であった。生物兵器は特異菌のゲノムをステージ4以前の人肺に組み込み、特定環境下で38から40週ほど培養することで製造される。あー、なるほどな、分かったようで分からん。製造された生物はただ被検体と呼ばれ、性能不良である実用性に乏しい A から D 型、D 型被検体とか言いましたよね。これ、それは実用性に乏しいわけだね。で、諸問題をクリアした完成形 E 型、なるほど、それがエブリンか。完成形 E 型とそれぞれのナンバリングされた、それぞれナンバリングされた。で、兵器の外見には共通して10歳前後の少女が選ばれた。なるほどね。都市や難民など社会集団に紛れ込ませるのが容易なためである。悪いこと考えるね。E 型被検体の第1号であるエブリンは、体組織から、自在に特異菌何々何々を分泌できる。特異菌の名前を教えてくれないんだ。さらに特記すべきは、菌を他の生物に植え付けることによって、対象の意識、肉体を実質的に支配できるという点である。なるほどね、支配できるわけだね、相手を。それでまあ相手の軍の生物兵器として、相手の軍の人をこっちの仲間にしちゃうよっていう、まあ、寝返り作戦だよね。強制的に寝返らせることができるっていう、すごいですね。対象にエブリンがアクセスするメカニズムには不明点も多いが、不明点多いのはやばいんじゃないか。不明点も多いが、緑膿菌や発酵バクテリアが行う、クオラムセンシングのようにオートインデューサーと呼ばれるフェロモンが、なんとかしているのかもしれない。なるほど、難しいこと言ってますけどもね、まあ、大体なんか生物学っぽい感じだろうね。エブリンによる支配の第一段階は厳格である。感染後は間もなく
感染者はそこにいないエブリンの姿を目にし、他者には聞こえない彼女の声を耳にするようになる。そういうシーンねありましたもんね、いっぱいね。エブリンやめてとか言ってましたもんね、エブリンいないのに。で、感染者への聴取では現像のエブリンは初めは少女らしく甘えるような態度で現れるが、次第に、過激な要求や命令を行うようになっていくという。要求には自傷行為や他者への攻撃行為も含まれる。そのようにして感染者への精神攻撃、洗脳しつつ、脳を含む、全身の細胞をじわじわとカビに変換していき、最終的にはその、肉体まで何々のだ。なるほど、なんか大事なところがすごいたくさん四角になってましたけれど、まあ、そういうことなんだね。エブリンは生物兵器でしたよっていうね。E 型被験体、それがまあ第一なんていうの、成功例みたいな感じかな。また読み物だよ、また3ページもある。宿題かこれは。おい、まあ いや読むわ。他に確認されたエブリンの機能としては、さっきの続きね、長すぎだろ。他に確認されているエブリンの機能としては、菌糸から生物を形成する能力が挙げられる。モールデッドのことか。その生物は、無数の菌糸が集合したいわゆる超個体で、生存本能に直弾とかした獰猛さと、菌類ゆえの強靭さから、もう読みたくない。大型肉食動物に劣らぬ攻撃能力を持つ、兵器としてのポテンシャルは極めて高いと言える。なるほどね。研究者たちはこの超古代をモールデッドと呼んでいるようだ。カビ人間といったところだろう。被験体の体細胞に何々することで、特殊な血清を生成できる。投与すれば体内の菌糸を石灰化させることが可能だが、細胞変換がある、細胞変換がある程度進んだ状態では、すなわち宿主の死を意味する。治癒というより感染者の処分に用いるのが、適当だろう。だそれでね、ジャック殺しましたからね。なお血清を何々することで極限まで効果を高めた、新薬 E ネクロトキシンは、ほんの少量で何々、まあ、エブリンを殺せるよみたいな感じかな。エブリンを観察していて興味深いのは、彼女が見せる、異常なまでの家族への執着だ。実験では特異菌感染者を、父親や母親に見立ててはまるで実の娘のように振る舞う様子が確認された。なぜ支配のモチーフとして彼女は、家族を選んだのか。これは、これは試験だが、まあ、私の見解ですけどみたいな感じね。これは試験だが、自ら支配する集団を家族に社会に溶け込ませる上では家族の、形態が都合がいいと本能的に察知したのかもしれない。だが、あるいは、隔離環境か。隔離環境で育った彼女が愛情に飢えていると考えるのは、感傷的に過ぎるだろうか。らしいです。はい。まあ、一時停止でもしてみんな、自分で読んでよ。あ、で、セーブ来ましたね。これは焼夷弾。焼夷弾があるってことはさ、グレポン必要なのかな。でもそんなにさ、アイテムが持てないんだよね、このゲーム。ちょっと焼夷弾は置いてく、ごめん。あ、でもグレポン使うか。もう最後っぽいよね、そろそろ。何を置いてく。もうハンドガンを置いてく。どうだろうか、この選択は。マグナムの弾もいらないね。ハンドガンも置いてって、で、グレネードランチャーを持ってく。いいネクロトキシンはしまえないもんね。で、焼夷弾。4発しかないけど。一応持ってくか。これも持ってくわ。薬液今日ね。これの中で調合できないんだ。ちょっと待ってね。はい、OK。まあ、アイテムはこんなところでいいでしょ。はい、はい、じゃあセーブしまーす。上書きしまーす。よし、じゃあ続きいくか。てかさ、この部屋がさ、めっちゃさ、これ読み物多かったじゃん。なんかバイオ8でいう最後のミランダの部屋みたいな感じで、これもうすぐボスじゃねえかなって思ってんだけど、どう？
ここどこ？さっき来なかった俺。来てねえな。ちょっと待ってね。すげえさっき来た気がするけど。ここ開かないね。反対側なのかな、さっきの。あ、すごい埃っぽい。この埃が照らされる演出すごいね。リモコン爆弾と薬液がある。めっちゃアイテムあるな。リュックくれよ、リュック。全然持てないんだよね。よし。ガチャコン。あ！あ！水たまりだな。あ！歌聞こえる。エブリンが歌ってやがるわ。あ、これ何？マグナムの弾。てか結局俺マグナム持ってないんだけど。歌消えたな。あ、びっくりした。死んじゃえ。死んじゃえ？お前そんなこと言うのか。おい、お、なんだなんだ。はい、待って、多くねって気。いいぞ、やってやんぜ、やってやんぜ。待って、来るな。いてよし。エブリンに死んじゃえって言われた。普通に悪口なんですけど。こっち行けないね。こっちか。ハンドガンないの？びっくりした。3匹出る？ 4 匹？どう？あ、待って、こいつやばい。あいつも死んだかな。オッケーオッケー。これどっちが正解？こっちも行けるよね。あ、どっち行ってもいいんだ。ちょっと待ってね。おっと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 。よし、倒した。待って、めっちゃ弾使う。マグナム持ってないの結構やばいかな。あ、こっちアイテム部屋じゃね、ここ。ショットガン持ってねえよ。ショットガン今持ってねえだって。こっちでいいのかな。また敵。あ、よし。え、待って、もう、あー、ちょ、この特大モールデッドはですね、これで倒します。2匹とも当てたい。当たった。でも2匹とも死んでない。え、3匹いる。ちょっと待って。オッケーオッケー、分かった。こういう時のためのこれ。え、死んでない。スルーです。スルーなんです。ここは下か。よいっと。アイテムないかな。弾不足なんでアイテム逐一確認していきたいです。 OK。 あーよかった。なんか抜けたっぽい。おっ、おいおいおい、またお前か。え、なんかデカくね？1匹2匹いて1匹でかいんだけど。はい、もう一発。痛い。待って、めっちゃ強い。回復。ポッ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 
ポなんだよ、それは。ポン。いや、まだダメか。おおおお、痛い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 。は、強くねえか、強すぎじゃね。あ、行ったかな。行ってねえわ。は、いや、強すぎん。ちょっと待って、強すぎんか、あいつ。いや、でもグレポン使いたくないよな。あ、死んだかな。あ、びっくりしたー。おい、マシンガンの弾20発じゃ足りないよ。ショットガン、ちょっと待って、マジか。回復薬ちょっと使わせてもらおう。よし、 OKオッケーかな。もうな、ああ、そこにアイテムある。マシンガン、オッケー。20発じゃ足んないんだけど、もうちょっとくれよ。で、この上ね。ちょ、待てよ、マジか。ショットガン持ってきた方がよかったね、完全にこれね。もう完全にラスボスなのかと思ってさ。ショットガンはいらねえ、グレポン使えばいいとか思っちゃった。ダメだったわ、それじゃあ。マジでか。もう一回くらいセーブポイント来ねえかな。あー、え、待って、セーブポイントは来たけど、あれがない。アイテムボックスがない。マシンガン150発、廃校の見取り図、今見取り図今っすか。これ最後までいけるんじゃないかな、今日。ちょっと分かんないけど、なんか最後っぽいよね、もう。よし、マシンガン弾薬もなかなか潤ったよ。 OK、 リロードも終わってるね。あ、待って、ショットガン持ってきてたん。ショートカットに入れてないだけだったー。ちょっとショック。あ、ほら、車椅子、おばあちゃんの。あ、スカートは見れないね。カラン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 。あ、んんんカランカラン、どこ。上か、あれ。ボブズヘッド、どこ。間違いない。あ、びっくりした。ここ来たことある部屋だ。ドアがない、なくなってる、なくなってるわ。あの部屋だ、一番最初の。あ、ここにあったわ。なんだ、ショットガン使えばよかったね。この部屋は一回来てるからな。E001 で、こればあさん、そうだわ、 E001 ってあれじゃない、 E 型被検体の1番目。だからばあさんがエブリンなんだよ。で、まあ、なんかほら、ホルモン注射的なのをしないとどんどん細胞が劣化してっておばあちゃんになるよみたいな、そういうパターンじゃねえかな。ここ最初にミヤと、え、閉まった。あ、俺が閉めたんだ今、ごめん。え、待って、またこの家か。ちょっとそれは若干嫌だな。あ、びっくりした。私に構うな。アインさんの顔面はどうしても見れないようになって
できる。エブリン、全部お前のせいなんだ。これは幻覚か。じゃあイーサンも感染してるってことか。こうエブリンが見えるってことは。イーサン、あ、びっくりした。安心して、大丈夫。私を傷つけるつもりはなかったんです。そいつを殺して。ママよくもやりやがったな、このクソ野郎が。なるほどね。お前も味わいやがれ。こいつパパになりたくないって。それじゃあ殺すしかないね。じゃあ次はママがお前を殺す番だよ。で、この上で戦闘したっけ？してないよね。あ、この上か。この上で戦った時は。助けて。この先？こっち？こっち暗いな。一応こっち行けるかどうか。ああ、閉まってる。ここだわ。明るいな。ん？ん？イーサン助けてって言われてんだけど、どこに行くんだこれ。こっちじゃねえな。あれ？あ？あ、びっくりした。同情なんかいらない。撃つの？あ、消えた。もう一回？あ？え？え？下でどっか行けるとこあったとか？あ、ここのセーブなくなってるね。あ、エブリンだ。おい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 。あ、お前も家族にしてやる。そうしたらきっと少しはお行儀よくなるよね。俺は本気だぞ。やめろ、私に近づくな。私は死なせてよ。また。あ、いた。食らってるのか食らってないのか分からない。こっちから出る？出ない。え、なんか感動的な BGM 流れちゃってるけど、これ大丈夫？あ、びっくりした。でかっ、でかっ。これイーサンの何？幻覚？どこ行けばいい？また上？なんかも同じ。え、あ、やばい。あ、何？あ、やば。あ、やばいやばいやば。ミアがやべえ。もう一回上か？そうっぽいね。痛い。エブリン。この野郎、お前。あ、食らった。お前、幻覚じゃねえのかこれは。ガード、ガード。なかなか進めないんだよ。ガード。回復使う。痛い。ガード、あ、ガード、間に合う。近づくな。やめろ。こんだけ嫌がるってことはもうお前は限界ってことだ。近づくな。強すぎる。
何その能力。え、死ぬのここで。これ死ぬの。おいおい、ちょっと待て待て、どっからどっから。嘘。え、これ何、撃てばいいのか。え、何それ。エブリンとの戦い。エブリンはこちらに近づかせまいと必死だ。A ネクロトキシンを撃つには攻撃を防ぎつつ前進するしかない。マジか。あ、こっからね。よかった。近づくんじゃない。これってガードしながら進めるか。いや、ガードしない方がいい。私に近づくな。だからエブリンがこの、よいしょ。あ、いけるいけるいける。もうこれ以上近づくな。やめろ。エブリンが少しでも動いたら、よし、来た来た来た。やだやだやだ。かわいそう、なんか、え、なんかかわいそう。ほら、お前が笑ってる。どうしてみんな私を嫌うの。え、かわいそう、なんか。終わりだ、エブリン。うわぁ、結局そうなるんか、お前。苦しい、苦しい、苦しい。死んだ。お前たちみんな地獄に落ちればいいんだ。お前たちみんな地獄に落ちればいいんだ。ラスボスだ。え、これで死ぬわけじゃないでしょ、多分。ほら、なんかおかしいもん。あー、やばい。うわ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 、撃て撃て撃て、とりあえず撃て、とりあえず撃て。やばいやばいやばい、近づいてくる。うわー、えぐい。うわー、近づいてくる。やばいやばい、顔が穴だらけだ、ばあさん。ちょっと待って待って待って、ちょっとか、ちょっとか。え、近づいてくる。痛い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 。おう、おお、これクリス助けに来てくれた、もしかして。あ、外に出てもう一回戦うんだったもん。そうだわ。ただね、動けない。銃を撃つことしかできない。グレポンを装備したい。ちょっと待って。あー、やばい。アイテム開けないわ。グレポン装備しとくべきだったんだわ。痛い。待って、ここで死ぬとかありそうじゃね、普通に。ただ顔面しかないでしょ、これ。痛い。痛い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 。やめろやめろ。抵抗できない、抵抗。え、やばくないこれ。嘘。いたー。あ、撃てる。いた。待って、ガードできない。待って、なんでここでお前リロードだよ。これで、あ、リロードだよ。落ちる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 。痛い。イーサン、よく生きてるね、君ね。さすがイーサン。あ？それを使え！アルバート、何それ、新武器登場、ここで。あんなことは終わりだ。お、なんだ、ほら。あ、倒した、マグナム。急に神武器登場。ああ、やっぱこうなるんだね。
束の間の休息トロフィー。悪夢の終わり、終わりじゃないこれ。クリアじゃない、夜明けトロフィー。クリス、絶対クリスじゃん。クリス、じゃない、レッドフィールドだ。いや、お前はクリスじゃない。でも今レッドフィールドだって言ったよね。ずいぶん遅かったじゃないか。え、顔違いすぎん？今のクリス？でも声もクリスだったよ。イーサン、ミア、助かったんだ俺たち。本当？待って、めっちゃいいシーンなのにクリスがクリスじゃないんだけど、それが気になってじゃないんだけど。どんなに暗い夜もいつかは明ける。ようやく夜明けが訪れた。気が遠くなるほど長い夜だった。苦しめられたのは俺とミアだけじゃない。ベーカー家もそうだ。あの化け物エブリンに変えられてしまった。だがあいつはもういない。後のことは彼らに任せればいい。俺はミアを失ったと思っていた。だが彼女は戻り、全てを乗り越え歩み出そうとしている。ここから新しい日が始まる。お、これエンディングね。はい、というわけで皆さん、バイオハザード7いかがだったでございましょうか。皆さん、いやー、長く苦しい戦いでしたけれども、まあでも楽しくねプレイさせていただきました。本当にね、いや面白いゲームでした。ありがとうございます。皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございます。いやー、やっぱバイオハザード面白いわ。ちょっと最後のクリスがね、あれ本当にクリスなんだよね。レッドフィールドだって言ったもんね。ちょっと最後のクリスがちょっと、あの本当申し訳ないけど、ちょ意味わかんなかったんですけどね。まあでもね、ゲームとしてはすごく面白かったです。はい。しかもね、エブリンのあの設定が、僕ねバイオ8から先にやったので、エブリンのね、まあ、エブリン8にも出てきたんだけど、エブリンって何者なんだっていうね、そういうモヤモヤが残る状態で8をねクリアした状態だったので、エブリンのもう正体がね分かってね、本当に良かったなって思いますね。生物兵器だったんだね、エブリンは。でこういうストーリーがあって8があったと、いうことを僕は今知りました。はい、じゃあよかったです。皆さん本当に、最後までご視聴いただきありがとうございました。そして、次回からの、僕のゲーム実況の告知になるんですけれども、次回からの僕のゲーム実況は、一番最初の初代バイオハザードをやろうと思ってます。イエイ。まあバイオハザード最新作の、ビレッジ8から始めたこの実況ですけれども、ビレッジやってセブンやってっていう感じでありまして、で僕ね完全にバイオハザードにハマりましたということで、一番最初の、バイオハザード、初代バイオハザードを、やろうと思います。はい、またそこから僕が始まるということで、今後とも皆さんよろしくお願いします。
というわけで、皆さん、本当にご視聴ありがとうございました。またね、今後の僕の YouTube のゲーム実況にも期待していただいて、まあ配信でね見てくださっている方も、今後もねリアルタイムで、見ていただけたら嬉しいなと思います。はい、というわけで皆さん、ご視聴ありがとうございました。では次のゲーム実況でお会いしましょう。バイバイ。